にちは、スタリスこと杉山治です。本日レビューするのはサウンドピーツさんからご提供いただきましたエンジン4というワイヤレスイヤホンです。サウンドピーツは中国のメーカーでイヤホンを作り続けて13年以上の実績がある。このエンジンというシリーズはそのサウンドピーツのイヤホンの中でもかなり音質に全振りしたイヤホンっていうことなのでだいぶ期待をしております。早速開けていきましょう。中からはこれまだね、僕試聴もしてないからマニュアルが2つありますよっていうのと、これが本体ですね。ペリペリを剥がしちゃいましょうね。結構ツヤのあるケースですね。充電用の USB ケーブルと、これはイヤピースか。イヤピースがゴニョゴニョ入っていると。中を開けてみましょう。おー、なかなか横がイボイボしてますね。横がイボイボしている。この充電器立たないね。これちょっと気になる。で、これがイヤホン本体。これがイヤホンの本体です。充電が終わるのを待ってる間にこのエンジン4の特徴をお伝えします。特徴1、ドライバー、同軸デュアルダイナミックドライバー方式というものを採用しております。前にですね、このゼンハイザーの IE400 Pro を解説した時に、イヤホンのドライバーの方式にはダイナミックドライバー方式、バランスドアーマチュア方式、この2つがあるとお伝えしました。ダイナミックドライバー方式というのは歪みが少ないことが特徴。一方でバランスドアーマチュア方式、再生する周波数帯域を広く取れる。で、このエンジン4にはダイナミック型のドライバー、10ミリと6ミリの2つのドライバーを同軸、つまりこういう形だね。丸が2つ重なった状態。こういう形でドライバーを構築している。言ってしまえばダイナミック型とバランスドアーマチュアの間を取ったような構造になっている。エンジン4の特徴に、独自開発のクロスオーバー技術。さっき言った通り、このエンジン4はドライバーが2つ重なっています。一番低いところが一番高いところ。この間、ここでスパンと切って、低い側は大きい方10ミリドライバー、高い方は6ミリドライバーっていう風に分けるんだけれども、ここの分かれ目っていうのが物理的に、こうなっちゃうわけですね。こう分けられないわけですよ。こうなっちゃうわけ。で、ここがクロスオーバー。で、ここのクロスオーバーをうまく処理しないと、ここがもっこりしちゃって、ここの重なるところがもっこりしちゃったり、ちょっと落ち込んじゃったりするわけだな。で、そのクロスオーバーっていうところをいかにうまく処理するかっていうのがイヤホン。それから、2way とか 3way のスピーカーのポイントになってくる。低音から高域までスムースにつながり、低歪みで位相乱れの少ないレスポンスを実現しているとのことです。3つ目の特徴は、ハイレゾに対応しているということ。ここにきちんとハイレゾマークが入っています。そして LDAC に対応していますので、僕は持ってないですけれども、LDAC に対応したプレイヤーを持っている方は高音質で音楽を無線で聞くことができます。特徴4、再生時間。このエンジン4はイヤホン単体で 12.5 時間の再生が可能です。だいぶ長い。そして、この充電器を併用することで43時間ぶっ続けて使うことができる。で、さっき言った LDAC 使用時もこのイヤホン単体で8時間、充電ケースを併用して28時間の再生が可能。最近の無線イヤホンの中では長い方だと思います。で、これはですね、おそらくですけれども音質に全振りしている一方で、アクティブノイズキャンセリングが搭載されていないっていうところがあるんですけれども、それもあって再生時間を長く取ることができるのかなと想像します。僕みたいにあんまりノイキャンあってもなくても別にっていう人はむしろ嬉しい仕様だと思います。特徴5、マルチポイントに対応しています。マルチポイントっていうのは複数のその Bluetooth のデバイス同時に接続して使うことができるよっていうこと。 iPhone なりプレイヤーなりパソコンなりいろんなものに接続して使いたい方は嬉しいポイントかなと思います。以上がこのエンジン4の特徴になりますが、まだ音を聞けていない。そしてその音が一番の特徴だと、音質全振りのイヤホンとの噂なので、私は楽しみに今充電が終わるのを待っている。あ、ここにもサウンドピーツってロゴ入ってんだ。無事充電が終わりました。ちなみに充電時間は2時間程度ということです。意外と早いですね。iPhone にもちゃんとアプリを入れました。ここを3秒長押しするとここが白く光るんだって。あ、来た来た来た。開けて長押ししないとダメね。ペアリングできましたと。ボリュームコントロール EQ 何もしないでドフラットでいきましょうね。ゲームモード、これは低遅延のモードね。音楽アプリでなんか流してみましょう。いつものごとくスタリスのソーバー EP をサウンドピーツさんからはぜひ他のイヤホンヘッドホンと聞き比べをしてほしいと言われておりますので、デノンのパール無線イヤホンとゼンハイザーの IE400 Pro 有線のイヤホン、さらにポノンの有線のヘッドホン、この3つと比較してですね、エンジン4の音質をチェックしていきたいと思う。
このエンジン4、お値段、定価は8000円ぐらいなんですけれども、この動画の下の概要欄に書いてある Amazon のクーポンコードと Amazon の2割オフのポチッチするやつ、それを使うと、正確にわかんない。多分5、6000円で買えるはず。ちょっと見てみてください。いくらになるかまだクーポンコード届いてないからわかんない。5、6000円で買えます。デノンのパールは2万8000円くらい。で、このゼンハイの IE400 Pro、3万から4万くらい。で、このフォノンのヘッドホンは4万から5万くらいという感じです。で、聞き比べをした結論としては、まずこの有線のゼンハイとフォノンは一回忘れましょう。これは超えられない壁がやっぱ無線と有線ではどうしてもあるので、みんなしょうがないと思うよね。ここはちょっと無線側でちょっと比較するが、エンジン4は音のキャラクターで言うとソニーの WF-1000X Mark5 とかテクニクスの EAH-AZ80 とかと似たようなキャラクター。まず低域がドカーンとある程度強めにあって、でその上の中域、ボーカルの帯域は結構聞き取りやすく、でちょっとこのエンジン4はハイの伸びがちょっと足りてないような印象はちょっとあるが、相当頑張ってる。ソニーだテクニクスはこれの5倍とか6倍とかの値段がするって考えると、相当頑張ってる音質だと思います。じゃあこのデノンのパールはどうかっていうと、ジャンルが違うな。これはちょっとジャンル違う。デノンは下から上までもうとにかくド派手にズガーンって鳴らすようなイヤホン。キャラクターだいぶ違う。ただこれも2万8000円する。で、これが一番安い。けれども結構頑張ってるっていうのが僕の評価です。例えばアクティブノイズキャンセリングはこれついてませんけれども、ノイキャン使ってて街中とか歩いてたら人が近づいてくるのに気づかなかったとか、車が近づいてくるのに気づかなかった、危ない思いしたっていう経験がある方、エンジン4僕はありだと思う。で、僕はですね、音楽作る側だったりするんですけれども、このサウンドピーツエンジン4は使い道があるというか使うと思う。なぜかっていうと、例えばね、ミキシングエンジニアさん、あの音を調整するプロの人は、実はですね、最終的に作った音、完璧に作ったぞ、よしできたっていう音を、一応みんなが家で使うようなラジカセ、アイワーとかソニーとかケンウッドとかこのくらいのやつで一応作った音をチェックしたりしてたんですよ。なんでかっていうと、プロの何百万っていうシステムで作り込んだ音が実際聞くのは数万円のラジカセだったりするわけですね。一般リスナーっていうのはそういうもんで聞くんで、一応そういうのでチェックして、その曲のいいところがちゃんと伝わるかなっていうのを一応確認するためにラジカセを使ってたりしたんです。ただ2023年現在、みんなどうやって音楽を聞くかっていうと、まあ無線のイヤホンで聞くと。そういう意味で言うと、このエンジン4は人気のソニーとかテクニクスのイヤホンにサウンドのキャラクターだいぶ近い上、そういうチェックの用途としては余計なアクティブノイズキャンセリングとかアプト X ロスレスとかついてないということで考えると、これ最終的なみんなが聞く環境で鳴らしたらどうかな、チェック用としてかなりいいと思う。で、その最後の最後のチェック用のイヤホン、それが3万だ4万だってしたら、ちょっとうってなるじゃないですか。これ5、6000円ですからね。5、6000円で買えるって考えると、チェック用のイヤホンとしては相当いいと思いますね。僕も曲を作りました。一生懸命、音の調整して、メロディー書いて作った、できた、やった。みんなが聞いたらどうなるかな。うん、エンジン4でチェックしてみよう。いう風に、これは使い道がある。まとめると、音楽制作をされている方は最終的なみんなの聞く環境で鳴らしたらどうかな、チェック用としてこちらを5、6000円で買う。音楽制作はしてないけれども無線イヤホンを探している方の中で、あんまり3万だ4万だそこまではなって思っている方は、こちらのエンジン4を買う。どっちにもおすすめできる意外といいイヤホンだったが私の結論です。一番賢い買い物かもしれない、これ。繰り返しになりますけれども、下に Amazon のクーポンコードが多分貼ってありますので、それをうまく使って Amazon で購入すると5、6000円という格安でお買い求めいただくことができますので、ぜひチェックしてみてください。この動画が面白いと思われた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画がつまらないと思われた方は、少し巻き戻って、この俯瞰カメラの映像を見てみてください。とあることに気づかれると思います。私の手、腕に一切の無駄毛がないということです。そう、この私、全身の無駄毛を脱毛しております。なぜ脱毛しているか。もちろん、こういった手元を映す動画、レビュー動画で、ここら辺がボーボーになってたりすると、そっちに気がいっちゃったりするじゃないですか。すげえ毛深いぞってなっちゃうじゃないですか。そうなると嫌なので脱毛してやったんですよ。で、その脱毛をどうやったか。湘南美容外科でも、高須クリニックでもありません。私が使っているのは、
自宅で脱毛ができるレーザー脱毛器。こちらの脱毛器です。その名も、